サンテオレは東京都杉並区に本社を置く株式会社サンテオレコーポレーションが運営する日本のファストフードチェーン。以前の店舗ブランド名は明治サンテオレであり、乳業メーカーである明治乳業傘下である明治サンテオレ株式会社が運営していた。略称はサンテ。社名、店名のサンテオレはフランス語で健康を意味するサンテとスペイン語で 称賛の掛け声に使われる、オーレを合わせた造語で、健康万歳を意味する。現行ロゴマークはハンバーガーを図案化したものだが、創業時のものは現在と異なり太陽が笑っている、イラストだった。日本の資本自由化を背景に、外資や国内企業が、相次いで、ハンバーガー業界に進出を行った1970年代、明治入業も1973年7月に、 明治サンテオレ第1号店をオープンした。直営店とフランチャイズ店が存在していた。なお、同時期には、ロッテリアや森永ラブ、江崎グリコのグリコア、雪印乳業のスノーピアムファストフード事業に参入している。その後は、明治乳業の流通網を活かして、レジャー施設や商業施設を中心に店舗を展開。 1995年3月に100店舗を突破し、関東地方を中心に100店舗町を展開する中堅チェーンに成長していた。100店舗目は1995年に開業した富士急ハイランド駅前店で富士急行がフランチャイジーであった。マクドナルドやロッテリアによる低価格化路線の余波を受け、一時期ハンバーガーの値引きや国産の野菜と肉を使った新メニューの開発。 新業態のバーガーバーのオープン、クレープやケーキ、パンケーキなどのスイーツメニューなどで対抗を試みたが、最終的には店舗が激減した。2003年に本部である明治サンテオレ株式会社は、東京明治フーズ株式会社に吸収合併された。その後は、フランチャイジーの募集も行われず、新店舗の開店もなかった。また残っていた既存店舗の閉店も続いた。 2006年3月、株式会社、サンテオレコーポレーションが会社設立。同年に東京明治フーズからファストフード事業を譲渡された。これにより当時の明治入業グループから離脱した。2007年6月にはサンテオレコーポレーションによる初の新店舗として、港未来線日本大通駅構内に日本、大通駅店がオープンした。明治サンテオレの本社は、 東京都豊島区菅も3丁目27-8に所在した。サンテオレコーポレーションの本社は東京都渋谷区代々木1丁目32番2号に置かれていたが、後に東京都杉並区公園寺北2丁目29番14号に移転している。明治グループ時代は他のファストフードチェーン同様にメニューはほぼ統一されており、ハンバーガーの他に乳業メーカーの強みを活かした。 ソフトクリームも売りであった。その後、運営会社がサンテオレコーポレーションに変わってからは、各店舗の裁量が大きくなり、店舗ごとにメニューが異なるようになる。基本のハンバーガーメニューを軸に、ケーキやパンケーキなどのスイーツ、あんみつやかき氷などの和風甘味、さらにはパスタやカレー、ラーメン、定食などの食事メニューを提供する店舗も現れた。 2021年2月現在、町田山崎店サンテオレコーポレーションに関するカテゴリー、明治サンテオレに関するカテゴリー、ありがとうございます。